後ろにはフクイラプトルやメガラプトルも展示されています。メガラプトルは南アメリカに生息していた恐竜ですが、フクイラプトルは違います。フクイラプトルは、文字通り日本に生息していた恐竜で、時代も白亜紀前期です。なぜここにフクイラプトルがいるかというと、メガラプトルに、それなりに近い恐竜と推定されているからですね。これは、福井県立恐竜博物館が貸してくれたものでしょう。詳しくは福井県立恐竜博物館の展示を別個に紹介する動画を上げようと思いますが、これほとんどはですね、想像に基づいた骨格です。例えば頭がアロサウルスとかシンラプトルみたいな顔してますけども、根拠はありえません。ただ根拠はないといっても、頭の化石って本当に欠片とか、あと歯だけだったりするので、本当に一部分だけなので、じゃあこれが間違いと言えるかというと、そうとも言えないんですね。間違いかどうかもわからないと。で、とにかくメガラプトル類というのがですね、何なのかよくわからないと。アロサウルス浄化とされることが多かったんですが、最近なぜかティラノサウルス浄化かもしれないと言われているということで、ちょっとどういうことかわかりませんが、とにかく分類が非常に安定しない恐竜ですね。日本で初めて学名がついた恐竜です。手の末節骨の鍵爪と顎が最大の武器だったと考えられます。その手の鍵爪、第一子か、こうか、これが最初は後ろ足の爪と勘違いされてドロマイオサウルス類だと思われたのかな。メガラプトル自身も、元々は南半球で見つかった正体不明の巨大なドロマイオサウルス類と勘違いされていた。アロサウルス類に近縁なのか、ティラノサウルス類に近縁なのか、その系統的な位置づけに複数の仮説がある。この爪は見つかっていますと。で、ここの背中、ちょっとよく見ると、若干高くなっているの分かりますかね。これは別に化石の根拠はありませんが、復元された時に、背中がちょっと盛り上がっている恐竜を参考にされたんでしょう。福井で展示されているものとしてはシンラプトルかな。福井でもその実物化石がバラバラで展示されていたんですけれども、特に背中が高いことを裏付けるような化石は見当たりませんでした。で、こいつがメガラプトルと。メガラプトルも非常に強力な鍵爪を持っておりますと。で、ちょっと今メガラプトル見ていただいて、おやと思った方も多いと思います。この頭ですね、割と細長く復元されていますよね。さあ、この細長い復元、どうして細長い復元になっているのか確認しましょう。はい。新恐竜骨格図集ですね。メガラプトルは何ページかな ?104 ページに、フクイラプトルキタダニエンシス。それから105ページに、メガラプトルナムンフワイクイの骨格図が記載されていますが、メガラプトルの大人の頭骨群、色が暗くなっております。つまりメガラプトルの頭骨は、大人の頭骨は見つかっていません。じゃあなぜこのように細長く復元されているのか。それはこの同じ105ページの右下に書かれているメガラプトルの子供ですね。子供の頭骨、上顎が見つかっていると。そしてどうやら子供は、頭部が細長かったということがわかるわけです。ちょっと順番は前後しますが、これはマイプとして書かれている骨格図なんですが、これ当然見つかってないんで色は塗られてないですが、このマイプは頭が細長く復元されています。これは要するにメガラプトルの子供を参考にして細長く書いているというわけですね。なので、このメガラプトルの復元、頭部の復元も子供の頭部が細長かったということから、大人も細長かったのではないかと仮定して、こういう風になっているんですね。これは確かなことは言いません。頭が細長かったのは子供だけで、大人は普通の肉食恐竜みたいなシルエットだったかもしれません。ただ僕個人的には、大人も頭は細長かったんじゃないかと思います。これの逆のパターンがいるんですよ。
それがティラノサウルス科やカルカロドントサウルス科で、彼らは頭が非常に大きいんですね。もちろん厚みもあると。厚みというか高さがあると。で、それに対してバランスを取るかのように、前足が小さいんですよね。これティラノサウルス科も前足が短いですし、カルカロドントサウルス科も、まあそこまで極端ではないにせよ、前足が短いですよね。まあ新恐竜骨格図集で言うと、まあアクロカントサウルスアトケンシス103ページ。大きな頭骨とは対照的に前足は小さいです。まあ対照的にというか、頭が大きいんでバランスを取るために前足は小さくなっていると、こういうことですね。まあ先ほど紹介したカルノタウルスみたいに、頭ちっちゃいのに前足ちっちゃいという、なんかよくわかんないやつもいますけども。で、それと比べてどうだ、このメガラプトルは。前足、中型肉食恐竜、大型肉食恐竜としては割と大きいですよね。で、大きなカギ爪がついていて、前足が強力な武器になっていたんじゃないかと。そう考えると、大きな前足とバランスを取るために、大人の頭もフロントヘビーにならないようにバランスを取るために、軽量化するために細長かったとしても、不自然じゃないんじゃないかなというふうに僕は考えています。で、こういう話をすると、まあ、先ほどマイプのシルエットも、マスカー玄野氏は、一応化石は見つかっていないものの、細長く復元していましたよね。マイプとかメガラプトルについてどうなんだっていう話ですよ。で、マイプの話はまた後ほどしますが、メガラプトルに関しては、まあ、少なくともこの頭骨は完全に想像で作り上げたものですよ。なんですけど、僕はあながち間違いじゃないんじゃないかなって思っています。あくまで個人的な意見です。学者の説ではなく素人の意見ですけどね。というのは、まあ、確かにフクイラプトルの書き爪も鋭いっちゃ鋭いんですが、まあ、後ろのメガラプトルと見てください。メガラプトルほど前足大きくないでしょ。まあ、メガラプトルとフクイラプトルは、この本の見開きで同じところに載っているんで、さっき何ページって言ったっけ？あ、そう、104ページと105ページ。まあ、ここで見比べていただければわかります。フクイラプトルはメガラプトルほど前足大きくないです。だとしたら、まあ別に頭そんな細長くなくても前足がそんなに大きくないんで、フロントヘビーにはならずバランス悪くならないんじゃないかなと思います。まあ中にはメガラプトルに禁煙だからフクイラプトルの頭も細長くするべきと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、僕はそうは思いません。前足との兼ね合いで、フクイラプトルはそんなに頭細長くなかったんじゃないかと思います。メガラプトルの方がフクイラプトルよりも後の時代の恐竜なんですよ。フクイラプトルがメガラプトル類の一員であるということが正しいとすると、メガラプトル類の中で、フクイラプトルは割と初期のグループっていうことになりますね。で、メガラプトルがそれより後のグループなんで、進化の過程で前足が大きくなって、それとバランスを取るように、頭を軽量化するために、まあ、細長くなっていったんじゃないかっていうのが僕の考えです。なんで僕は、この頭部は、あながち間違ってないんじゃないかというふうに考えます。まあ、スナコはこんなに盛り上がってはいないと思いますが。これがフクイラプトルの足かな。これが、メガラプトルを正面から見たと。いやー、メガラプトルは本当にそばで見ると、恐ろしかったですよ。中型肉食恐竜なんで、T-Rex よりもずっと小さいんですよ。でも、これだけ鋭い歯がずらっと並んでいて、前足のかき爪も強力ってなると、本当に恐ろしいですね。もう本当に、ハリウッドのスタッフは、間違いを犯しました。インドラプトルなんてわけわかんねえ。架空詞を、作り出すぐらいだったらメガラプトルを登場させてくれよと。メガラプトルを登場させてくれたら絶対いい活躍してくれるよと思います。マイプという恐竜が、今回目玉の一つですね。マイプはメガラプトルよりもさらに大きな恐竜で、メガラプトル類の中で最大級の種で、
白亜紀最末期の南半球における陸上生態系の頂点にいたとされる。まあ、最末期って書くぐらいなんで、マーストリヒト期、まあ、7000万年前ぐらいで間違いないでしょう。で、他のメガラプトル類に比べて広いがっしりとした胴体を持つということです。で、マイプ・マクロトラックス。なんとかトラックスってなんか聞いたことありません？ブラキオサウルス・アルティトラックス。で、後ろのトラックスってついてるのが、綴りも同じだね。THORAX。ブラキオサウルス・アルティトラックスと名前が似てますよね。マクロトラックスっていうのが、幅広い胴体とかそういう意味だったかな？まあ、マクロソラックスって書いてあるのもありますね。ソラックスは胴体を意味すると。で、多分、マクロっていうのは、ミクロ、マクロのマクロなんじゃないかと思います。で、今ね、日本語版のウィキペディアにブラキオサウルスの学名の名前が書いてなかったんだけど、学名の由来が書いてなかったんだけど、英語版には書いてあった。ブラチオソラス・アルティトラックス。The generic name, 俗名 is Greek for arm lizard. だから ギリシャ語で腕トカゲであると。And the specific name means, 主称名は、means deep chest. Deep chest. まあ、胴体ですね。深い胴体。Deep chest. Deep って深いでいいのかな？まあ、ということで、ブラキオサウルスマクロト、アルティトラックスと、アルティトラックスのトラックスと、マイプマクロトラックスのトラックスは、まあ、同じ胴体を意味しているということですね。マクロ、あ、そうだね。やっぱり、MACRO。だから、ミクロマクロのマクロに胴体を意味するトラックスで幅、大きな胴体っていうことだ。で、このマイプなんだけど、発見された時に、ニュースになっていて、ちょっとこの説明版と書いてあることが違うんだ。概要欄とかに記事の URL を貼っとこうと思いますが、朝日新聞デジタルで、悪霊の名を持つ新種の肉食恐竜、国立科学博物館などが南米で発見、というふうに、まあ、書いてあります。2002年4月27日の記事で、まあ、アルゼンチンの約7000万年前の地層から、新種の大型肉食恐竜の化石が見つかった。現地の伝説に登場する悪霊マイプの名前にちなみ、マイプマクロソラックスと名付けられた。国立科学博物館などの国際研究チームが、科学誌サイエンティフィックリポーツに発表したということで、ここに書いてあるのがですね。まあ、まず、マイプはパタゴニア地方に伝わる、冷たい風で人を凍え死にさせる悪霊の名前という、マクロは大きな、ソラックスは胴体を意味すると。で、ここからです。生きていた時の姿は推定で全長9メートル。体重は5トン。胴体の幅が骨から約 1.2 メートルと推定され、がっしりした体つきをしていたと見られると。こういうふうに書いてあるんですね。全長9メートルの恐竜で5トンって相当ですよ。まあ、同じぐらいのサイズだと、まあ、アルバートサウルスとかダスプレトサウルスって、まあ、ちょっと体格、両者でも微妙に違うでしょうけど、だいたい2トンとか3トンって推定されてますよね。で、まあ、全長はだいたい8メートルとか9メートルぐらいなんで。で、そうすると、このマイプを体重5トンと推定するのは、かなり思い切った気がしますね。まあ、ここだと、朝日新聞デジタルだと全長9メートルと書いてあるんですが、この解説版だと全長10メートルと書いてあります。まあ、10メートルだったら5トンでもいいのかもしれないですけど、9メートルだったらどうなんでしょうね。まあ、もちろん、恐竜の重さって何しろもう実際に測ることができないんで、推定でしかないので、ティラノサウルスだって5トンと紹介される時もあれば、6トンから7トンと紹介される時もある。まあ、だいたい6トンぐらいとするのが主流だと思いますけど、でも中には8トンとか10トンとか、って書いてる本もあるわけで。だからもしかしたらこの5トンっていう推計を出した人は、ティラノサウルスとかだったらもっと重く8トンとか10トンとか、そういう推計値を出す人なのかもしれないですけれども、いずれにしてもかなり重く見積もられていたわけですね。ただ、ここでは骨の内部の頑気性が高く、大きさの割に体重は軽かったようだって書かれているんですよ。ちょっと逆のこと書いてありますよね。
まあ体重は軽かったってことなんで、具体的に何トンって書いてないですけども、この書き方だったら少なくとも5トンはないですよね。2トンか 1.5 トンとか、そのぐらいで推計してるんじゃないでしょうかね。もしかしたら1トンとか。で、これまでに発見されているマイプの骨格はごく一部に過ぎず、今後も調査の継続が計画されているということです。はい。で、これがまあ、マクロトラックスの由来となった、こういうね、幅広い、肋骨がこういうふうに幅広いですね。で、体の一部しか見つかっていないんですが、これ、副肋骨見つかってるみたいですね。まあ、これは複製なんですが、副肋骨ってなかなか残りにくいんで、これは珍しいですよね。これが胴体、これが肋骨と。まあ、こういうふうに幅広い、ずんぐりした体型をしていたように見えます。まあ、ここにあるのは、カッコ複製って書いてないやつは実物なのかな？まあ、ここに実物って書いてあるんで、複製って書いてないやつは実物なんでしょう。第二胴椎の肋骨。まあ、肋骨がいっぱい見つかっているのと、尾行骨。それから、尾椎とか胴椎がいくつか見つかっているということですね。まあ、頭は見つかってないようです。そのマイプの頭についても先ほど話します。まあ、さっきフクイラプトルとメガラプトルの頭について話しましたが、まあ、マイプについても、まあ、僕はどう考えているのかというのをお話ししたいと思います。まあ、いろんな角度からこれ、とりあえず楽しんでください。マイプについて、これイラストはまあ、G マスカー、C マスカー原始ですね。2002年3月に、科学が参加した調査で、アルゼンチン・パタゴニア地方南部の、白亜紀最末期のチョリー予想から発掘されたメガラプトル類の獣脚類だそうです。発掘中にアルゼンチンでも COVID-19 が急増したため、調査を中断しなければならなかったと。で、その時までに発掘できた化石について研究を行った結果、右後骨、C 骨、肋骨などに他のメガラプトル類には見られない特徴が認められたということで、2022年5月に新属新種、マイプマクロトラックスと命名されたと。全長約10メートルと推定され、これまでに報告されているメガラプトル類の中で最も大きく、かつ最後の化石だと考えられている。まあ、2023年現在、マイプの発掘は再開されていないが、発掘を再開して追加の標本が発見された時点で全身骨格の復元が計画されていると、こういうことです。で、マスカワゲンヤシのイラストを見ていただくと分かる通り、まあ、先ほど申し上げた通りです。頭部が細長く復元されていると。つまり、マスカワゲンヤシは、このマイプが、まあ、メガラプトル類であることから、細長い頭をしていたんじゃないかと推定しているわけですね。まあ、これ見ていただければわかりますように、大きな前足と細長い、軽量化された頭部を持っていたと、マスカワ氏は、まあ、推定しているようです。なんで、まあ、このメガラプトルと同じように、まあ、少なくともメガラプトルの子供に関してはこういう細長い頭をしていたことがわかると。で、僕もあくまで個人の考えとして、大人も細長い頭を持っていたと考えています。で、先ほど、同じグループのフクイラプトルに関しては、頭部は細長かったとは断定できないんじゃないかと、今の復元でもあながち間違いんじゃないんじゃないかと持論を述べましたが、マイプについてどう考えているかということですね。で、この恐竜なんですが、まあ、後ろ足が長くて、走るのが速そうです。で、前足が強力です。普通、大型肉食恐竜って、前足よりも頭が大きくなることが多いんですよね。まあ、ティラノサウルスとかカルカロドントサウルスかは、極端にしても。まあ、同じぐらいのサイズのアロサウルスも、前足こんなに強力ではなかったと思います。
なんで大型肉食恐竜で前足を発達させるというのは珍しいんですね。むしろ前足発達させるのってドロマイオサウルス類とか、ちょっとドロマイオサウルス類お見せしましょうか。例えば福井県立恐竜博物館に展示されている恐竜あったら、まあティラノサウルスは極端にせよ、大型肉食恐竜って大体前足より頭を優先するわけですよ。まあ、これはディロフォ、シノサウルスか。ディロフォサウルスシネンシス、改め、シノサウルス。まあ、アロサウルスの前足も、それなりに強力っちゃ強力なんですけれども、ただメガラプトルほどではないと。ちょっとこの構図わかりにくいか。まあ、やっぱ、頭の方を発達させるわけですね。シンラプトルとかもそうですよ。前足はそんなに、が大きくはありません。で、逆に前足が大きいとすると、まあ、デイノニクスとか。デイノニクスは、ま、後ろ足の鍵爪も特徴的ですけど、前足も結構強いですよね。デイノニクスはこれ見る限り、頭骨の穴が大きいし、顎もそんなに太くないし、歯も小さいし、割と軽量化されてそうですね。なんで、メガラプトルというのは、大型肉食恐竜であっても、このデイノニクスみたいに、素早く大地を走り回って、俊敏に獲物に飛びかかるような狩りをしていたんじゃないかというふうに僕は考えています。アロサウルスとか、ティラノサウルスとか、カルカロドントサウルスみたいなのとは、ちょっと系統が違うと思うんですよ、狩りの仕方が。むしろドロマイオサウルス類に近いと。獲物、もう全速力で追っかけて、獲物に飛びかかると。で、そうすると獲物につかみかかるんだとしたら、前足や、そこについている巨大なカギ爪を発達させたのも理解できますよね。で、じゃあマイプってどうなんだと。全長9メートルとか10メートルあるんでしょ？これダスプレトサウルスとかに匹敵するか、あるいはそれよりでかいかもしれないと。ちょっとタルボサウルスより若干小さいくらいかもしれない。アロサウルスよりもでかいかもしれないですね。で、かつですよ。胴体幅広なんですよ。去年の段階で記事が出たときは、僕は事前に体重5トンっていう風に聞いてたんで、まあ、ちょっと5トンという推定値はさすがに大げさすぎるんじゃないかとは考えていたんですが、ただ胴体が幅広なんで、この恐竜が割と重い恐竜であるという風に推定していたんですね。だとしたら、大型でかつ重い恐竜って、大地を全速力で駆け回って、獲物に飛びかかるような狩りの仕方ってしますかね？僕はちょっと難しいと思うんですよ。まあ、これ見てわかる通り、頭も前足も見つかってないんで、完全な想像でしかないんですけど、僕は、マイプという恐竜は、大型化して胴体も幅広くなっていたんで、重くて、そんなに速く走れる恐竜ではなくなっていたんじゃないかと思うんですよ。勝手な想像ですけれども、僕は、この復元図とは違う考えをしています。この復元図は、まあ、メガラプトルの子供を参考にした、大地を駆け回って獲物に強力な前足で飛びかかるハンターの体型です。で、大きな前足とバランスを取るために、頭は細長く軽量化されています。でも僕は違うと思う。僕はマイプは大きくて重い恐竜だったと思っていた。だとすると、大地を俊敏に走って獲物に飛びかかるのは無理。だったら、こんなに前足でかい必要ないんじゃないかと。むしろ、大きな恐竜を仕留めるんだったら、顎を強大にさせた方がいいんじゃないかと、合理的なんじゃないかと。なんで僕の想像ですけども、前足はもっと小さくて、代わりに、頭が大きくなっていたんじゃないかなっていうふうに考えています。あくまで想像ですよ、想像。何しろここの部分見つかってないんで、確かめようがないです。まだ、まあ、例えばですけど、このアクロカントサウルス。まあ、これは前足見つかっています。それは高齢で確認済みです。アクロカントサウルスという恐竜は、まあ、全長は、多分、マイプよりでかいですよ。11メートルとか12メートルぐらいあるでしょう。とは言っても、
まあ、頭がでかいです。それに対して前足は小さいです。ここまで極端かどうかわかんないですけれども、僕はマイプという恐竜は大型化していったのに対して、狩りのスタイルも、祖先にあたるメガラプトルとかとはちょっと違っていたなと思うんですよ。むしろ、全速力で突っ走って、前足で掴みかかるというよりは、そんなに速く走れないけども、大きな獲物、大きな顎で襲うとか、そういうタイプだったんじゃないかというふうに考えているんですね。つまり修練進化ってやつです。系統は違うけれども、カルカロドントサウルス化、まあ、このアクロカントサウルスみたいに大きな頭、小さな前足、で、そんなに速くは走れない後ろ足というふうに、修練進化したんじゃないかというのが僕の考えです。証拠はありません。だって見つかってないんだから化石が。確かめようがないです。ただ、一つ引っかかっているのは、これ、ここ訪れる前までは、マイプは体重5トンというふうに言われていたんで、しかしここを見ると骨の内部の頑気性が高く、大きさの割に体重は軽かったと書いてあるんで、ちょっとここは引っかかっています。実際に体重がどのぐらいだったのか、ちょっと体重の推計値は出してほしいですね。まあ、一応ここの復元画もやっぱり、大きい前足、細長くて軽量化されたと、頭というふうになっていますが、僕は、ちょっとこの体型には、クエスチョンです。何しろ今これしか見つかってないんでね。コロナがようやく、まあ収まってきて、ウィズコロナと、まあもう共存するしかねえと、いろいろなってきたんで、早く発掘が再開されて、僕の考えが正しいかどうか確かめられるといいなというふうに思います。まあこれはフクイラプトルに関しても言えます。まあフクイラプトルの頭とかが見つかって、僕の考えが正しいか間違ってるのか、ぜひ確認したいですね。ということで、まあそんな感じですかね。まあこれメガラプトルの後ろ姿と。まあ、非常に強力な捕食者体系として復元されています。まあ僕もメガラプトルに関してはそうだったと思います。ただフクイラプトルやマイプは、同じグループだからといって同じ体型だったとは限らないというのが僕の考えです。ちょっとここだと分かりにくいんで、当初の予定にはなかったんですが、福井県立恐竜博物館に展示されている福井ラプトルも一応見せときましょうか。まあ、これは福井で撮影したときに、全身骨格だとちょっと分かりにくいんですが、こうやって、まあ、これ実物化石でということでいいのかな？まあ、少なくともこの部位が発見されているの。まあ、これ見ていただくと、足が長い恐竜だということがわかります。で、かつ、よく見ていただくと、膝下の方が長いですね。さっき見たアクロカントサウルスって、足短かったじゃないですか。で、膝から下の比率もそんなに長くないと。こいつは、フクイラプトルの言うのは足が長いと。で、さらに膝下が長いと。で、もっと見てください。恐竜は、かかと、ここですね。かかとを持ち上げて歩く動物です。なので、膝からかかと部分よりも、かかとからつま先の方が長い方が、速く走れると考えられます。まあ、一目瞭然ですよね、これ。膝からかかとよりも、かかとからつま先の方が長いってことがわかりますよね。つまり、フクイラプトルは、まあ、足が長い。非常に、速く走れる、俊敏なハンターだったということがわかります。ただ、それでも、前足の比率はそんなに大きくないと。前足はね、どこかな？あ、ここに上腕骨がありますね。上腕骨と。まあ、部分的ではありますが、まあ、前足が見つかっているということなので、まあ、前足の比率はおよそこうだったと。メガラプトルほど前足は大きくなかったということなんで、僕は、フクイラプトルは、頭は見つかってないですけれども、メガラプトルみたいに細長くしないで、まあこれでもあながち間違いじゃないだろうというふうに考えてます。